はい、ドラゴンクエスト7実況プレイのパート29ですと、前回セット倒した後ですね、まだ何もしてません。とりあえず、もう帰っていいのかな？まあそのうち、しばらくしたら、またここにはね、来ないといけないわけですが、一旦離れましょうか。先城だな。はい。この学者さんはこの時代に残るみたいです。世に知らしめたいとかそういうことじゃなくて、ただただにこの人でね、知識が欲しかったと、いうことのようで、なんとも欲のない、考古学者さんでしたね。そしたら、ちょっと待ってね。やっぱこの方が操作しやすいな。そしたら援護をと。というわけで、この中の宝を一通りもらっちゃいましょう。出土品ってことでいいのかな、これ。壺とかないよな。よし。
じゃあ、と、ここは OK ということで、どっから言ったらいいかな。結局援護。ここにローズという人の家がいます あるわけですけども、今段階では特に意味ないと思う。美しそうと絹のローブですね。ここはまたいずれ。砂漠エリアに入ります。代わり番号に来て早々いきなり宴ですって。魔法の方でいいな。あー、くしゃみ出そう。特に買うもんなし。じゃあとりあえず村の方にも顔を出しましょう。あ、ここだ、ここも大事だ。砂漠と行き来ができるようになりました。
降りれない。はい、失礼。監修完了と。ではバンバン進めていきましょう。ここではこの宿屋が唯一のセーフポイントですね。なんもね。最低限の探索と最低限の会話でサクサク進めていこう。
で、まず村長に会話。入試寝てな。はいはい。ご神木の方に行けと。この子ですね。はい、一旦さよなら。まんまと乗せられたアホな人たちが木を切り倒しに行ったみたいですね。はい、MP ないんじゃない？とりあえず。強。ビビってんじゃん。はいよ。うん。まあただ単に痛い連中の集まりというわけじゃない、ないわけですよね。アイテムがいっぱいだ。どういった？
はい。で、まずは村長さん。横に立て、横に、横ダメ。ここでいいじゃん。はい。ちょっと横失礼しますよ。おかしいな、魔王様なのに毒ごときにビビるんですか？だいぶ駆け足で進めちゃってますけど、大丈夫ですかね？宝箱とかここないはずなんで、あとここはあれだ、このドラクエ7史上個人的には最も害悪なモンスターが出てくると言ってもいい場所だすな。出てくるかな。もう出てきて俺絶対そいつ倒さんよ。敵の出現率低くて敵何も出てこない。あ、出た、ほら。右のが外役くんです。右じゃねえ、左だ。メタルスライムは倒しません。レベルが上がっちゃうから。妙に出るんすよ。まだそんなレベル上げ重要でもないのにね。レベル上げたくないのでメタルスライムは倒しません。違った、ゲームフリーズしたかったなと思ったら一瞬パソコン止まった。
ついに来たかと思ってしまった。こいつが結構攻撃力高え。落ちる。ここ忘れてくれるかい。どっちから登ってどっちから降りるのか。なんだ、君の糞尿か。はい。そしてだら出な。これは固定だからね。通りがあまりよろしくない。ワンパンだよ。 OK。マリベル死んじゃったね。はいはい。激起こすね。
さあさあさあ、ではまたとりあえず防御力を上げて、ルカリの通りがいいはずなんで、で多分ね軍隊系はこいつ通り悪いはず。うん、ダメージ少ないですね。なんでまあこっちで、いいね。OK、倒しました。剣の間あったら負けねえな。はい、どこだっけな、なんとか。で忘れちゃならんのがこれをもらっとこうって話よ。祝福の杖。ベホイミの効果があるんでね。便利です。よし。で、これで一応クレージュ編も攻略完了ということで、今回はここまでにしておきましょう。まあ今回結構短い話でしたね。ただここは全然戦闘しなかったんで、熟練度全く上がんないしレベルも上がんないしまあどっかでねがっつりと、上げられたらなと思うんで、まあ4人目加わったあたりで一旦また熟練だけかな、まあ、それまではちょっと流れに任せながら進めていければなと思います。では、ドラゴンクエスト7実況プレイパート29、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。